リョマの馬の耳に危険物。皆さんお疲れ様です。リョマでございます。この番組は毎週土曜19時配信中、ヘンタビ通信のスピンオフ番組でメンバーのタクマと各週交代で配信するソロラジオになっております。配信サイトはアンカー、グーグルポッドキャスト、アップルポッドキャスト、スポティファイで配信されておりますので、お好みのサイトアプリでお楽しみください。またリョマの馬の耳に見物は、皆さんから毎回変わるトークテーマに沿ったお便りに対してリョマの少し変わった主観で意見しちゃいますということで、本日10月30日ね、ヘンタビ活動2周年ということでね、実はこのね、本編でもね、ちゃんとスペシャル回やりますんで、ちゃんとねやるんですけど、当日ってことでね、私の方からね、もう2周年になりますが、皆さんね、いつも応援ありがとうございます。まあこれからもね、いろいろたくまさんと2人で頑張っていきたいなと思っているんですけども、ぜひねこのポッドキャスト、ソロラジオも含めてですね、一緒に盛り上げていっていただければと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますって言いながらね、投稿19時なんだけどさ、すっごいギリギリに収録してんの今ね18時半もうバタバタでさ、ありがたいことにね、11月から僕お仕事決まったんで、それの準備とかさ、雇い入れ前の健康診断受けに行ったりとかでバッタバタで、さっき帰ってきたとこなのよ。なので若干遅れてたらごめんなさい。頑張ります、編集いや久々にさ、健康診断ってものを受けてさ、視力検査をね、久しぶりに昔のさ、穴が開いてるやつ、輪っかにさ一箇所だけ穴が開いて右左とかっていうのを壁に貼ってあるのを読むっていうのを久しぶりにやって、なんかさ、最近って言い方あれなんだけど、その割とここ最近やってたのはあれなんだっけ、機械を覗き込んでその中でスライドで勝手にねシャッシャッって出てくるタイプのやつをやってたのだったのに、そう、まさかのまさかのね。じゃあここにつま先先端に立ってもらって、ここに貼ってあるやつ読んでもらっていいですか、久しぶりにやるこれみたいな、びっくりしちゃって、なんかまあ結構ね中も綺麗で割と新しい病院なのかなって思ったんだけど、そういうのまだやるとこあるんだなって思いながらね、ちょっと懐かしさに苛まれながらこう採血したりとかさ、お腹周り測るときちょっとスッってしてみたりとかさ姑息なことをしてきましたけどね、無事社会復帰をするためにお仕事また再開しますのでね、また、まあ、本編の方でもたくまさんとねお話ししてたんですけど、動画の投稿の頻度とかね、そういったものがまた前よりも少なくなってしまうかもしれないですけど、引き続きねどうぞよろしくお願いしますということで、お仕事頑張りながらね、こういう何活動っていう言い方であってるかな、活動もね一緒に頑張っていきたいと思っておりますので、たくまさんともどもヘッドビーのことをよろしくお願いいたします。まあそんなことはいいんですよ、もうどうせ本編でやるんだもん、スペシャルで私のリャマの馬の耳に危険物というこのソロラジオね、トークテーマに沿ってお話しさせていただくんですけども、今回のトークテーマね発表いたしましょう。今回のテーマは、今後一生それしか飲めないって言われたら何を選ぶ。今や様々な種類が展開されている飲み物、もしもこれから先もそれしか飲むことを許されないと言われた時、あなた一体どんな飲み物を選びますかということで、今回のテーマね、今後一生それしか飲めないって言われたら何を選ぶなんですけど、すごいね悩んだ俺も。さ、前回の終わりにね、俺お茶緑茶一択だって話をしたじゃん。そこからね考えたの。でも炭酸飲みたい時もあるやんとかさ、ジュース飲みたくなる時あるじゃんって思って、すごいグヌグヌってしてて、基本ね俺も水かお茶なんですよ、家で飲むとしたらね。なんだけどやっぱりね、たまにねカルピスソーダが異様に飲みたくなるんですよ。うちの自販機がさ、うちの自販機って言い方よくないね、うちの住んでるお部屋のね1階に自販機がもう
置いてあるんですけど、そこに未だにね、あのロング缶、あの150ミリ増量とか書いてあるさ、ロング缶のやつのカルピスソーダが売ってるんですよ。買っちゃうんだよねちょこちょこ買っちゃうんだよねあれいや、うまいんだよなカルピスソーダって。なんでなんだろう。別になんか学生の時とか子供の頃とかに好き好んで飲んでたっていう記憶は全くないんだけど、なんかねカルピスソーダ最近ここ 2,3 年うまいなって思ってずっと飲んじゃってるんですよ。やれドリンクバーとかね、カラオケとかさ、ファミレスとか行くとドリンクバーつけるじゃん。割とね、まあ、お茶を選ぶ時もあるけど、ジュース選ぶんだったらカルピスソーダ選んでる。か、あのリアルゴールドとかさ、あのエナジードリンク風味みたいな、わかる？言いたいこと。黄色いシュワシュワよ、要はデカビタとかさ、あの辺を選ぶことが多くて、でもこれもたまだね、たまに選ぶぐらいで、お茶かカルピスソーダですよ基本。悩んじゃってさ、前回言あんな大見え切って、いや緑茶しかないっすねって、一択っすねみたいな言い方したけど、めちゃくちゃ悩んでる俺はね、うん、なんであのみんながねどんな風に言ってくれてるのかちょっと楽しみにしてます今日は。はい、ということで、本日も最後までご視聴いただければと思います。よろしくどうぞ。ヘンタビ通信のお時間でございます。それでもあなたは我々は押しますか？ AC ジャパンはこの活動を応援しています。最終着地なんかあんまり変わんないようでご紹介くださいヘンタビ。さあ、ここからは皆さんからの今後一生それしか飲めないって言われたら何を選ぶについてのお便りですね、紹介してみましょう。まず1通目です。ミザリーさんからお便りいただいております。ありがとうございます。山さんこんばんは。こんばんは。いつもお世話になっております。いえいえ、いろんな意味であのいろんな意味での後にさ、あの照れるのやめてもらっていい何のお世話してんの俺さて本題ですが、僕はコーヒーが好きなんですよ。ほうほう。アロマ効果もあり、タバコとコーヒーの口臭ダブルパンチをかましていくのが僕の人生最大の楽しみであります。いや、よくあるね、タバコとコーヒーはね、よく合うからね、うん。まあ、お題にある通り、もし一生これしか飲めないって言われたら迷わずこう言うでしょう。水とお便りいただいております。ありがとうございます。結果水なんだねさすがにずっとコーヒーは辛いか、さすがにね。でもコーヒーも好きですよ、私よくさ、その前営業で外回りしてる時に隙間時間だいたいカフェで過ごすことが多くて、でアイスコーヒーを絶対に飲むんですよ僕、冬でも。なんでかっていうと猫舌だから、なんか急いで出なきゃいけないってなる時もあるんですよ営業だとね。お客さんから電話かかってきて今すぐ来てほしいみたいなことを言われたりとかすることがあって、ホットコーヒーだと猫舌で急いで飲めないのよ。から絶対アイスで頼むの、コーヒーって。あんまりホットのコーヒーって飲まないかも。ここ最近飲んだ記憶がない。なんかちゃんと座ってね、缶コーヒーとかたまにあるけどないな。みんなはホット派？アイス派？なんかあるかな。あと俺は絶対ブラックなの。昔はね全然ブラック飲めなかったんだけど、そのこれ前にも話したっけ、なんかここ卒業して働き始めてからその 2,3 年目とかの時かな、なんか今までやった仕事に対しをどういうどんなことをしましたっていうのをこう資料にまとめてお偉いさんの前でね発表するっていう研修があって、それの資料を作るのに電源があって座って作業ができるところってもうイコールカフェしかなくて、僕の頭の中で。で、あの初めて入った地元のねコーヒー屋さんで、あのマスターにねよくしてもらって、そこで初めてあのブラックのコーヒーをね飲めるようになってったっていう話が前したかな。そっからね割とコーヒー飲むならブラックにすることがほとんどで、でもだから絶対アイスコーヒーブラックで飲んでるんだけど、まあでもこれだけね飲んでると確かにカフェイン中毒とかで頭痛くなるのよコーヒーって。
だからこれしか飲めないって言われてコーヒー選んだら多分常に頭痛に悩まされるから、俺もやめといた方がいいかなと思うで、ね、うん、やっぱ水か安牌は水か、うん、まあ分からなくないですね、はい、ということでミザリーさんお便りありがとうございました、続きましてガルボ太郎さんからお便りいただいております。ありがとうございます。リャマチンこんにちは。こんにちは。最近急に草寒くなって地球に切れているガルボ太郎です相手が壮大だね。大丈夫、勝てそうさて本題ですが、私は一生それしか飲まないならウーロン茶かほうじ茶です。はいはいはい。お茶飲めない人生とかなくない？私は水嫌いなので常にお茶がいいマインドです。当たり前に、とお便りいただいております。ありがとうございます。お水嫌いな人いるんだね。初めて聞いたかも、お水嫌いって人。まあ他のものがあるならそっちがいいけどっていう人はいるけどさ、水嫌いっていう人はあんまりいないかも。初めて聞いた。ウーロン茶がほうじ茶ね。あー、俺だったらほうじ茶かな。ウーロン茶ね、渋く感じることが多いんよね、どちらかというと。嫌いじゃないけどね、嫌いじゃないんだけど、渋く感じる時があるから、だったら俺ほうじ茶の方が好きかも。なんか初めてほうじ茶飲んだのがさ、記憶にあるのだいぶ大きくなってからなんだよね。ほうじ茶、しかもなんか多いお茶かなんかが、伊藤園か、伊藤園がホットで、今全然当たり前にあるけどさ、ちっちゃいホット用のペットボトルあるじゃん、あれで多いほうじ茶みたいなの出してる、出た時にほうじ茶とはみたいな感じで俺出会ったんだよね、確かほうじ茶と。で飲んで、え、こんなに苦くないのに香ばしい香りのするお茶ってあるんだって思って、冬場はね、なんかほうじ茶見つけたら飲んでた時期は確かにあります。だからウーロン茶よりほうじ茶の方が好きかも俺。なんだっけ、ウーロン茶、ほうじ茶、緑茶って葉っぱ全部一緒だっけ。その焙煎じゃないけどさ、熟成のさせ方が違うとか、なんかそんなんだったっけ。緑茶とウーロン茶ほぼ一緒だった気がする。ほうじ茶も一緒だっけ、ちょっと忘れちゃったんだけどさ。そう、ほうじ茶好きだね、割と。ほうじ茶はホットで飲みたいね。なんか寒い夜にさ、俺前やってたんだけど、車で夜の海まで行って、近くのそのファミマに寄って缶コーヒーを買うか、そのホットのほうじ茶買って、海の駐車場に車止めて、何にも見えないの、真っ暗で何にも見えないんだけどさ、冬だしね、誰もいないし、波の音だけを聞きながら、晴れてるとあの星がすごい綺麗になる、見えるのよ、周りがね、明るくないから。すごい綺麗に見える星を見ながら、タバコ吸いながら、それコーヒーとかね、ほうじ茶を飲んで、寒って言って帰るっていうだけのことをするのに一時期ハマってましたこじらせてんだろうな、今見たら恥ずかしいぞ、当時の俺恥ずかしいからな、あんまりよそで言うんじゃないよ、それハマってるって、今俺やってんだよねとか言っちゃダメだからね、恥ずかしいから気をつけてなるほどね。ウーロン茶かほうじ茶、どっちも、ほうじ茶はホットのイメージだな、ウーロン茶はアイスだけど、ホットウーロン茶ってあんま飲まないんだよな。なんかそういうお茶類とかさ、もうさっきのコーヒーの話もそうだけど、アイスホット好き好みあると思うから、そういうのもね、ぜひあったら今度教えてください。ということでガルボ太郎さん、お便りありがとうございました。今収録時間40分超えようとしてんだよ、変態だね。あの金貸しならぬエロ貸し、違うんだってお前ら、分かってねえなマジで。ご唱和ください、変態に。さあエンディングでございます。こんな感じでね、バタバタとやっております、ソロラジオでございます。こういう風にお便りあるとすごくやりやすいわ、時間経つのもあっという間ですね。ぜひぜひ、あの皆さんね、本編の方のお便りもお待ちしております。また来週、次回のね、本編ヘンタビ通信の方は周年の記念枠になっておりますので、たくさんねお便り来てくれることを祈りつつ、次回のね、私のソロラジオのトークテーマ発表したいと思います。次回のテーマは、今から考える年末の準備
大掃除や年越し準備と毎年忙しくなるって分かっていてもバタバタしてしまう年末、今年は計画的に年末を過ごすためみんなで早めの年末の準備を一緒に考えてみませんか、ということで次回のテーマは今から考える年末の準備でございます。なんかさ、大掃除してる時にあ、この洗剤買っとけばよかったとかさあるじゃん。俺去年ね、サビ抜きシンクのサビ抜きしようと思ったのになくて、後から買ってとか、なんか作業が中断しちゃうとかあったからさ、なんかそういうのがないように今のうちにね、年末の準備こういうの必要だよねみたいなのをちょっとここで早めにね、みんなで話し合って、みんなで良い年越しをしませんかあらかじめ準備してということでね、みんなのお力を使いながら、あのみんなでね楽しい年末を過ごせるように、次回の特テーマは今から考える年末の準備についてのお便りね、お待ちしております。番組への投稿方法はアンカーのサイト、山またヘンタビメンバータクマの X に投稿フォームが掲載されておりますので、お気軽に投稿してください。合わせて YouTube にて配信中、編集したら〇〇が旅立ったチャンネルもぜひチェック、チャンネル登録よろしくお願いします。来週のこの時間はタクマのソロラジオ、誰かに喋るほどでもないふと思ったことを深掘りしていくタクマの隔週のお便り、また土曜夜19時に更新、変旅通信も合わせてお楽しみください。先ほどお伝えしましたが、次回の変旅通信は、変旅活動2周年、1時間拡大版でスペシャルでお送りいたしますので、ぜひぜひお便りの方もね、お待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは次回の配信動画ポッドキャストでまたお会いいたしましょう。お相手はリアマでございました。